それじゃあ。はい。それじゃあ。休みの日は大体寝てますね。え？はい、仕事の疲れを持ち越さないように休日はしっかり休むようにしてるんです。オンとオフしっかりつけたいから。ほう。はい、中学高校と陸上部で長距離を走ってました。なるほどな。ええ、体力には自信があるんです。今でも毎日ジョギングは続けてますし、たまに友達とテニスや山登りもするかな。そうですね、まあちょっと男っぽい趣味ですけど。え、そうですか。今までずっと可愛くないって批判されてきたんですけど。嬉しいな。真島さんは器の大きい人ですね。それじゃあ。そうだな、料理とか小さい頃からよくしてたけど。ん？いや、全然そんなんじゃないです。でもな。なんや。笑わないでくださいね。唐揚げです。笑わないんですか？シンプルな料理だからいつもこう言うと笑われるんですけど。真島さんは優しいな。私、男兄弟に囲まれて育ったからたくさん作りやすい料理ばかり作ってたので。わかりました。楽しみにしててください。そうやな。どうぞどうぞ、何でも来いですよ。そうやな。得意なこと？走ること以外だと子供の扱いとかかな。え？うち兄弟が多くて年の離れた弟たちの世話よく焼いてたんですよ。だから小さい子供の扱いはお手の物です。
ったらいいな。けど今はまだお母さんになるのなんて想像できないな。痛いところ。私はまだ23歳ですから、これからですよ。ちょい待てや。え、一個違い？真島さん、それって本当の話ですか？まったく。それじゃあ虫です。え、どんな虫って？虫はほぼ無理ですよ。見るのも嫌。うん、はい。中でもよく台所に出る黒いあれ、私あれが死ぬほど苦手なんですよ。俺もや。一人暮らし始めてからまだ会ったことはないけど、もしあれと遭遇したらどうすればいいんだろう。助けてくれる家族はいないし。え、それ本気ですか？そう。いえいえ、とんでもない。助かります、ぜひお願いします。やった。うん、助かれ。それじゃあ近いですと言いたいんですけど、私あんまり面白い話はできないかもな。好きなタイプですか？そうですね、男らしい人が好きですね。え？筋肉も好きですけど、どちらかというと内面ですね。頼りがいがあるしっかりした人が好きだな。どうや？そうですね、確かに意識してませんでしたけど、よくよく考えてみるとすごい男らしいかも。頼りがいもあるし筋肉もあるし。なるほどな。なんかちょっとドキドキしてきた。もう真島さん、変なこと言わないでくださいよ。意識しちゃうじゃないですか。え？もう鈍感なんだから。なんでもないですよだ。それじゃあナルシストな人とかなよなよした人は正直見てるとイライラしちゃいますね。あ、そうや。確かに九州の男は豪快で男らしい気質の人多いですからね。でも男の人って付き合った途端に豹変する人多くないですか？え？付き合う前は男らしくても付き合った途端ベタベタ甘えてくる人とか、今まで付き合った人みんなそうだったんですよ。
それじゃあ甘える？私が？そんなの私甘えたことないし無理。それじゃあもう恥ずかしくてそんなの無理ですよ。気持ちだけ受け取っておきます。そういやどうだろう、働き始めてからは3人くらいかな。ほう、あの頃は仲のいい男の子はいっぱいいたけど全然でしたね。みんな、うん、好きな男の子はいたんだけど結局一言も話ができないまま卒業しちゃったな。クラス違うし接点もなかったから。でもバレンタインのチョコは渡しましたよ。え？恥ずかしいから相手の机の引き出しにそっと入れといたんですよ。私の名前はどこにも書かなかったけど。そうやな。そうかな、喜んでくれたかな。ああ、そうなんだ、よかった。じゃあ来年真島さんにもチョコあげたら喜んでくれますか？ないと思うけどな。普通ですよ、普通。それじゃあ、そうですね、緊張して何も話せないかも。でもどうなんでしょう、デートの相手の女の子が何も話さないと男の人ってどう思いますかね。真島さんかっこいいですね。すごく男らしいと思います。え？そうですね、そんな風に受け止めてくれる人がいたら確実に惚れちゃいますね、私。お疲れ。はい。ほんまもんのダンス見せたるわ。
きましたか。それじゃあ、はい。じゃあ今日は私から真島さんに質問してみようかな。真島さんへの質問か。さてどうしようかな。じゃあ質問じゃあそうだな、真島さんは自分のどんなところが長所だと思いますか。そうやな、確かに私真島さんのことまだよく知らないけど、自分の目標に向かって突っ走ってる感じしますね。ほう、何か譲れない大事なもののために頑張ってる人って見つけが違うんですよ。私陸上部だった頃、そういうギラギラした見つけの人周りによくいたから、なんとなくわかるんです。なるほどな。私、頑張ってる人好きですよ。一緒に頑張りましょう。早くも真島さんに聞きたいことなくなってきちゃったな。おいおい、冗談ですって。私前の店で錬金の先って呼ばれてたんですけど、この店でも錬金した方がいいですか。私ちょっと辛くても無理しちゃうとこがあるんで、もし顔色とか悪かったら言ってくださいね。オーナーにそんな風に言ってもらえるなんて嬉しいな。倒れない程度に頑張りますね。了解です。そうですね、真島さんって女の子にしてほしいことありますか。
どうもありがとうございます。そうやな。料理、じゃあ私の得意料理、真島さんに今度ご馳走してあげますかね。あ、覚えてますか？そうそう、覚えててくれたんだ、私の得意料理。もうからかわないでくださいよ。でも嬉しいです。じゃあ今度ちょっと恥ずかしいけどご馳走しちゃおうかな。ああ、じゃあ次で最後の質問にしようかな。ラストの質問、真島さんは男女間の友情ってあると思います？ほう、私もそう思います。真島さん、いいこと言いますね。私感動しましたよ。はい、私真島さんとより深く通じ合えた気がします。ありがとうございました。お疲れ。はい。行くで。味はいただきです。力みすぎやで。よっしゃ、ナイスプレーですね。
よっしゃ。今のすごいです。何や。あれれ。ま、気にすんなよ。何や。よっしゃ。狙い通りです。大したもんやな。やっ。力みすぎやで。なんや。よいしょ。パールか。ま、気にすんなよ。よっしゃ。キレッキレですね。なんや。どんなもんですか。大したもんやな。
どんなもんですか。大したもんやな。あれれ、力みすぎやで。あかんわ。よいしょ。完璧です。大したもんやな。よいしょ。まずいですね。ま、気にすんね。調子ええで。今のすごいです。俺の勝ちや。私の負けですね。それじゃあ、はい。そういや、高校卒業してからだから。大阪で一人暮らし始めてからもう5年くらいになるのかな。やっぱりお金の面が大きいんですね。都会の方がより多くお金が稼げるって聞いて。ふん。家族への仕送りと夢のためですね。うちものすごく貧乏なんですよ。両親の稼ぎだけだと弟たちの学費どころか家族の生活費もままならなくて、それで。なるほどな。あ、覚えててくれたんですか。そうなんです、うち家族が多いからいろいろ物入りで、弟たちは私の代わりにちゃんと大学に行って勉強して立派に育ってほしいなって思うんです。真島さん、ありがとうございます。そんな風に言ってもらえたこと今までなかったから。私が好きでやってることですから、へこたれてなんていられないですよ。それにたまに友達と遊んだりしてちゃんと息抜きはしてるんで大丈夫ですよ。そうか。はい、もし
私が辛いって言ったら、真島さん具体的に何してくれます？おかしい。そのお気持ちだけでも十分ですよ。真島さん、ありがとう。あ、そうや。私、将来ナースになりたいんですよ。ほう。ナースになるための学校に入って勉強して、国家試験に受かるのが一般的ですね。なるほどな。そうなんです。卒業するまでの3年間で学費が400万くらいかかるんですよ。ゆっくりですけど、ちびちびと貯めてるの。目標金額にたどり着くにはまだまだ先が長そうですけどね。あ、そっか。学校に通うようになったら、私がこの店でお仕事できる時間もなくなっちゃうんですよね。ああ。野島さん、お店のことよりも私の夢のことを考えてくれるんだ。私、この店にいる間は精一杯頑張るから。ん？お察しの通りです。仕事の合間に時間を見つけては勉強するようにしてるんですけど、これがなかなか難問揃いでですね。なるほどな。そう考えるとなんだか焦っちゃって、問題文読んでも全然頭に入ってこないんですよ。真島さん、なんだか先生みたいです。よければ今度、勉強の仕方じっくり教えてもらえませんか？はい、そこは全然期待してないから大丈夫です。はいはい。お疲れ。それじゃあ。はい。どうや。はい、たくさん働けるし、女の子たちはいい子たちばかりだし、おおむね良好です。ん？居心地が良すぎて、いつかここを辞める時が来るって考えるとちょっと寂しいですね。あ、ひどい。私だって感傷的になることあるんですから。
ずるいな。え？真島さんはずるいです。うん、教えてあげない。どうや？はい、おかげさまで。そうか。そちらも概ね良好です。両親の仕事がこの景気で軌道に乗ったみたいで、仕送り額減らしても大丈夫だよって。それは痛いところ疲れちゃいました。最近勉強に身が入ってなかったから気合い入れ直さないとな。ああうん、ありがとう、真島さん。あ、そうや。もちろん、頼りにしてますよ。みんなのお兄ちゃんみたいな存在ですからね。悪酔いして暴れるお客さんの対応も真島さんがちょちょいと片付けちゃうし、前の店だと私の仕事だったのに出る幕ないな。何やぞ。ええ、私腕っぷしには多少自信があるんで、ボーイの人たちよりも腕相撲強かったですから。真島さん、心配してくれるんですね。そうですよね、顔に傷がついたらこの仕事でも売り上げ稼げなくなっちゃうし。え？はい、約束します。でも真島さんって不思議な人ですよね。外見はヤクザみたいに怖いのに、人を引きつける変な力がありますもん。え？そうですね、真島さんは素敵です。もしお兄ちゃんがいたらこんな感じなのかな。真島さんは私のことどう思ってるの？そうやな。そっか、まあ今はそれでいいか。え？別に、こっちの話。お疲れ。